最近懲役3年の有罪判決を受けたこの人知ってる？この判決、上級国民に忖度しない、痛快ですっきりする判決やから、簡単に要点をまとめとく。今回、懲役3年の実刑判決を受けたのは、河井克行被告人。この河井さん、衆議院に過去7回も当選したベテラン議員やったんやけど、奥さんの杏里さんを当選させるために、地元議員など100人に対して、合計2900万円もの賄賂を配った疑いで逮捕された。自分の嫁を当選させるためにお金を配って地元議員を買収とか情けない。そんな札束を餌みたいにして使ったらあかんで。しかもこの河井さん、法務大臣までやってた人、法務省のトップ中のトップ。しかも法務省の中には矯正局といって刑務所を担当してる部門まである。今回の懲役3年の実刑判決で法務省のトップ中のトップまでした人が、立場が完全に逆転して現場である刑務所に懲役刑の受刑者として3年間も収監されることになる。元法務大臣に対してスパッとした判断を下し、検察も裁判所も素晴らしいと思う。後の法律事務所。